愛です。明かりだよ。無料でテキストから AI 動画先生成をしたい。AI イラストや写真から AI 動画作成をしたい。ピカラボの使い方を知りたい。愛知、教えてちょうだい。全通以外にテキストから AI 動画作成。AI アニメーションを生成したい人はピカラボを使いましょう。AI イラストや写真から AI 動画を生成することもできますし。 テキストとイラストを組み合わせて生成することも可能です。また、無料でパソコンからだけでなくスマホからでも生成できるのでおすすめです。この動画では、ピカラボを使って AI 動画生成をする方法について解説します。まずはピカラボのサイトにアクセスしてください。概要欄にピカラボの URL リンクを貼っているので、そこからアクセスしてみてください。下部にあるジョインベータをクリックしてから、 ディスコードのアカウントを登録してログインしてください。ディスコードって何かなディスコードとはチャットサービスであり、そこからチャットをするだけでなく AI 画像生成をしたり AI 動画を生成することができるよチャットするというよりは、ミッドジャーニーや他の AI イラストメーカーなどで画像生成する目的で使う用途が多いイメージだよ。ほう画面が切り替わったら招待を受けるをクリックしてください。 ディスコードで開くをクリックしてディスコードにログインしてください。ピカラボのアカウントに入ったら左側にあるジェネレートをクリックしてください。どれでもいいです。下部にテキストを入力する場所があるので、スラッシュクリエイトと入力してエンターキーを押してください。プロンプト内には画像生成して欲しい呪文を入力してください。この例では、キャット、ランニングと入力して猫が走っている動画を生成します。 複数の呪文を入れる場合はンまで区切って入れてください。入力したら Enter キーを押すことで AI 動画生成が始まります。動画生成まで数分くらい時間がかかってから生成されていたよ。動画が生成できると3秒の動画がチャット上に表示されます。画面の真ん中を押すか、左下にある再生ボタンを押すことで動画を再生できます。 右上にあるダウンロードアイコンをクリックすると MP4 形式で動画をダウンロードします。こちらが完成した動画になります。しっかり猫が走っている動画が生成できているね。左下にあるサイクルアイコンをクリックすることで、再度同じプロンプト内容で動画生成することができます。2回目に生成した結果がこちらです。走る瞬間の動画を生成することができたよ。 このようにテキストからクオリティの高い AI 動画生成をすることができます。次は、作成している AI イラストや写真の画像などを使って AI 動画を生成する方法になります。この例では、アニメ風の女性が歌っている動画を生成します。先ほどと同じようにテキストにスラッシュクリエイトを入力してからプロンプト内にシングを入れます。そして右側にある、 お会地をクリックすると上部の候補部分にイメージが表示されるのでクリックしてください。または、テキストに直接イメージと入力してエンターキーを押してもいいです。イメージの部分をクリックして画像をアップロードしてください。アップロードできたらエンターキーを押して動画生成します。こちらが完成した動画になります。んー、ホラーかな。Gen2 も AI イラストから AI 動画生成をすることができるので、 ピカラボと比べてみました。ピカラボではホラーになっていて、右側のジェン2の方では上道地くんになるよ。どちらも最後には顎がしゃくれているけど、右側のジェン2の方はよりしゃくれてしまっているね。ピカラボではあまり大きな動きはなく、ジェン2の方では全体的に大きく動きやすい傾向にあるかなと感じます。次はプロンプトにロボットと入力して、ロボットの AI イラストをアップロードして動画を生成してみます。 こちらが生成した結果になります。かっこいい感じに動画生成することができているね。GEN2 と比べた結果がこちらになります。こちらも先ほどの比較動画と同じような感じなのですが、ピカラボはあまり動きがなく、GEN2 の方でワイヤイラストの画面台まで描写されて大きく動いている結果になりました。 ピカラボでは動きが少なくてジェンツ2より崩れにくく、ジェンツ2では動きが大きいけどピカラボより崩れやすいということか。そうだね。これらの特徴を把握してピカラボとジェンツ2を使い分け点 AI 動画生成をしてみるといいでしょう。まとめです。ピカラボはテキストから AI 動画生成をすることもできますし、画像から AI 動画生成をすることもできます。無料でスマホからでも生成を楽しめるので、 ぜひ活用してみてください。以上でピカラボの使い方について解説しました。アイジェネでは生成愛に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。